渋谷会館はかつて渋谷センター街に存在したゲームセンター。1978年頃に開業し、2013年8月18日に閉店した。35年余り存続し、2013年現在センター街メインストリート最後のゲームセンターであった。渋谷会館が開業するまでは、このビルはビリヤード場、トリスバー、 釣り堀といった業態に使用されていたという。1978年に発売されたスペースインベーダーは大ヒットし、各地にゲームセンターが続々と開業した。既存のゲームセンターもすべてスペースインベーダーに入れ替えするケースが出るなどブームが起こり、この流れの中で渋谷会館もまたインベーダーハウスとして開業した。 閉店した2013年現在、都心のゲームセンターは1プレイ100円が標準であるが、開業以来基本的に1ゲーム50円で、この料金設定は閉店に至るまでおおむね維持された。2013年7月17日、店内に設置された情報交換用のノートにおいて閉店の予告がなされ、公式サイトにおいても、同29日に閉店のお知らせが書き込まれた。 閉店の理由としては不景気及び若年層の顧客の減少を挙げていた。閉店を惜しむファンの声もあったが、告知通り2013年8月18日に閉店した。跡地には商業施設ビル、ビバル、渋谷ビルが2016年に建てられ、現在に至る。渋谷会館の看板とセンター街標識間口は狭く、赤字に白の ゲームと書かれた昭和テイストを感じさせる看板がセンター街に垂直に掲げられていた。建築は地下1階と地上5階で各階の移動には狭い階段か入り口すぐに設置された古めかしいエレベーターを利用した。このエレベーターはガタガタと不気味な音を響かせながら超低速スピードで上昇する狭くて暗いエレベーターなどと表現されるある種の名物で 定員は5名と歌いながらも実際に5人乗ると、さながらら主事の満員電車状態になる、白物であった。階段スペースには、頭と指先を鍛えよう、頭の体操知能工場といった、様々なキャッチコピーの書かれたプレートが掲げられていた。2013年の閉店時、地下1階は、レトロゲーム、地上階は2階が、音楽ゲーム、3階には、ネットワーク対応のゲーム、 そして4階と5階は対戦型格闘ゲームがメインで設置されていた。地下のレトロゲームはバブルボブルやテトリスといったパズルゲームからベルトスクロールアクションゲームのファイナルファイト対戦型格闘ゲームではストリートファイター2のような懐かしのゲームが現役で稼働していた。渋谷の格ゲーの聖地とも評されるように4階と5階のフロアには 新旧様々な対戦型格闘ゲームが設置されていた。ありがとうございます。